まあね、ごぼうの塔でしょ、例の朝倉未来さんとメイウェザーの、リングで花束贈呈の時のあの態度ね、あれはないですね。いや、なんかいろんな理由をつけれるんだけども、ダサいですよね、ごぼうの塔とか言って。ごぼうの塔に参加してる人を一人でもね、いるんだったら、本当に害悪だと思いますよ、ああいうところは。統一教会みたいなもんですよ。うん、ごぼうの塔とか言ってね、ほんと引っこ抜いてやれって思いますけどね。それはまあ極めつけじゃないですか、ああいうふうな態度ができるってことは。なんかね、ああいう、なんかそう、ああいうのが日本人でいるっていうのが、本当困ったもんですよね。韓国の回し者でしょ、あれは。やっぱり。悪いやつですよ、あれは。悪いやつ。中国の回し者。ロシアの回し者。北朝鮮の。最悪な人間ですね。ごぼうの塔、奥のなんとか。もう全国の奥野さんのね、価値も落ちますね、これでね。奥野ってやつは全員悪者みたいになると思いますよ。いや、なればいいのになと思いますよ。本当に。だからね、そのぐらい一人の行動って、誰かを代表してるんですよ。よくやりますよね。あとね、お花屋さんにも申し訳ないですよ。丹精込めて育てたお花。あのお花が地面に叩きつけられるわけでしょ。生命を大切にするって気持ちはないのかなと思いますよね。人の気持ちを大切にするって気持ちはないんですかね。自分の気持ちよさとかパフォーマンスのために、花という命、その育んだお花屋さんとかをね、全部ないがしろにする行為じゃないですか。まあ、ああいう人間がいるのが、まあ、悲しいところですよ。法的にも裁けないしね。あれはまさに法の目をかいくぐって、悪が跋扈するってことでしょう。で、どんなことをしても、あの一つの行動だけで、全否定することができますよね。早くね、もういなくなってほしいっていうか、取り上げないでほしいよね。取り上げてる私が言うのもあれですけども、ごぼうの塔の奥のね、お父さんお母さんは泣いてるよ。ごぼうの塔の奥のお父さんお母さんは泣いてるぞ。あ、それでもお父さんお母さんにああいうことやれって教育を受けているのかな、うん、だったらいいね。しょうがないね。いってらっしゃい。